おめがってる？おめがりと。おめがりよ。りおちゃん。なんですか？家の中で、一番大事なものって、何だと思いますか？一番？屋根。大事だけど。大事よ。違うね。え？一番大事なのは、そう。トイレですよ。トイレ？トイレはね、そうだね、トイレないと困りますよね。あ、困りますね。ブル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 。見て、やめて。食事しながらね、このオミスの動画見てる人もいるんだから。え、でもレイちゃんが先にトイレの話を始めた。ということで、今日の企画は、はい、理想のトイレ選手権。どういうことですか？ワンピースのね、作者の小田先生のトイレにはね、えいちろー、サメがいるんですよ。サメが、サメいんの？作り物なんだけど、でっかいやつがついてんですよ。マジ？ということはですよ、やっぱりね、トイレってね、誰もが使うし、大事な場所だからこそ、すごいね、エンターテイメントしたいわけなんですよ。どういうことなんですか？ということでね、今日はね、理想のトイレをね、VR で作って紹介していきましょう。行きましょう。作ってきましたか？作ってきました。ではまずね、リオのから見てくだせ。はい。後ろ向いてください。はい。見ないで。はい。それではレイちゃん、はい、前を向いてください。ピューイ。それでは行きます。なんかカラフルだね。タタタタさん。タあ、リュックだ。可愛いリュック。このリュックの名前はね、ケツリュックって言って、ほら、めっちゃ可愛い、この子を見てよ、ね、ネズミの、ネズちゃん、ね、なんか見たことあるな、ね、何がこの顔、何見たことない、あなたいつもこの顔ついてるよね、この子が見てよ、めっちゃ汗かいてんじゃん、この子がね、これはね、持ち運べるリュック型のトイレなんですね。あの、こっちにさ、見て、便器ついてるでしょ、ほら、便器で、そうだ、ここでいつでもトイレができて、こいつのケツからね、放出されんですね。私たちのブツが、透明の袋あんじゃん、あるね、これはなんと、穀物に変化してくれる特殊な袋なんですね。え、待って、何？でもトイレするときはさ、このリュックを下ろしてそこでトイレするってことだよね。そうそう、どこでもいいんだよ、ダメだよ、見えちゃうじゃん。どこ、このさ、穀物は高値で商人に売れんですよ。誰だ、買うやつは。そしたらなんとね、お金持ちになれんだやつね。すごい。あのね、この肥料はめっちゃ高級になるの。かわいいね。かわいいけどね、持ち運びたことある顔だけど、ブリ絶対やだ。絶対に持ちたくない。え、なんでいいじゃん。そうですね、まあうんちがお金になるっていうのは確かに便利ですね。便利でしょ、めっちゃ金儲けができるんだぜ、自分のうんちで。ということで、こちらのおトイレ、理想のトイレ度星3。いや、高いじゃん、マジ星3なの、まあ、最初だしね。イエーイ、生寝るやんて、あざっす。次はレイちゃんの見てるので、後ろ見てください。はい。じゃ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 、え、うわー、トイレじゃん、普通の。やっぱりね、こういう普通のトイレが一番使いやすいんだよね。すげえさ、ちゃんと作り込んでるトイレじゃん。でもね、何、このトイレの秘密を教えましょう。何、秘密って何？まずここに人はうんちをするでしょ。うん、あはは、うんちゃん、あはは、うんちゃん、そしたらな、何、こうなる。どうなんだよ。うわははは、でっかいよ。こちらの大きい塔ですね。なにこれは。軌道エレベーターだ。え、軌道エレベーター、うんち専用軌道エレベーター。空に、なんと宇宙までつながっているんだ。え、なんでなんでなんで、うんちを出したら、そのまま宇宙に行くんだ。え、待って、うんちがさ、宇宙に行くの？そうだ。それなんで、うんち、地球の環境破壊がされない、これでな。お前さ、うんち下水に落ちないんだ。ちょっと待ってよ、うんち、お前は害だと言ってんだ。
ガイじゃないよ。うんちはさ、ガイじゃないだろ。人間が作り出したものがさ、腸の中から出てさ、それが効果物になるだろうが。なんでガイって、お前は敵だわ。ガイ、ガイじゃないよ、お前とはもう敵だ。でも臭いじゃん、下水道の匂い。あんた直で嗅げんの？嗅げない。じゃあさ、宇宙旅行に行ったらさ、うんちと直面するね。大丈夫だ、うんちは柔らかいから。くしゃくしゃ、誰も怪我しない。え、くしゃくしゃになってさ、チラチリとなるの。さあ、よいてもレイちゃんが作ったこちらのトイレの理想のトイレのは星2です。やっぱりね、うんちをね、必要ないとか言う人間と分かり合えないわ、私は。だって肥料だしね、うんちって。まず臭いだけ。あんたはさ、いらない、いらなくない、いらない、いらなくない。レイちゃん、後ろ向いてください。はい。おめしつの動画。それでは、レイさん。はい。前を向いてください。ぴょーい。え？それでは行きます。さっきのリュックまだちょっとままじゃん。チャラチャ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 魔法の世界にお連れするわ。マジ？どういうこと？行きますわよ。何が起きてんの？この、なんでこのファンタジーは。何が起きちゃってるんだ。さあ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 、違う世界に。じゃあ、こちらはトイレの世界、大自然の中、1億年前の地球。マジ？こんなトイレあったの？大自然にトイレができたの。ね、あのね、現世ではさ、お腹が痛くてやばい、トイレに行きたい、でもトイレがない、いや、トイレに行っても混んでるって時ありますよね。 あります。それはそういう時はこちらのステッキ、こちらのステッキをこう覗くだけで1億年前の地球に行ける。そして大自然の中で動物たちに囲まれながら気持ちよくトイレができるんですね。やだ、あのウサギ不気味な顔してるから、やだ。もう可愛い、あの子見守ってくれてんの。あ、あの人のお尻大丈夫かなって見てくれてる。優しいんだ。あっちのゾウもほら、小鳥さんも、そしてあなたの後ろのクマさん、怖すぎる。あ、怖すぎる。あなたを狙っているかもしれません。やばいすぎるでしょ。さあ、あなた、トイレしてみてください。わあ、すごい。お風呂見て。わあ、でかいね。すっきりしちゃった。こちらのね、はい、理想のトイレ度は、キラ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 、星1。え？ちょっとあなたの頭がお花畑すぎて。え、どうして？あとやっぱね、こんなね、トイレしてる時にね、見られてるのはちょっと嫌ですね。え、何が嫌なの？トイレしたくないです。こんなクマに食い殺されるかもしれないし。こんな可愛らしい動物たちに囲まれてるのがそんなに嫌？嫌！いや、ここに飛ばされるんじゃなくてさ、普通にさ、あの、トイレがある場所に飛ばされるみたいな感じだったらいいと思うんだけど。はい、凡人の考え。それではね、例のトイレを見せるので、後ろ見てください。それでは、はい、どうぞ。ででえ？うわー、かっこいい。これはね、え？私たちは今 G セルフに乗っている。ガンダムじゃん。 G のレコンギスタの G セルフに乗ってるんだ。トイレじゃないじゃん。私たちは今 G セルフのコックピットにいる。私ここ、さあ行ってみよう。私たちここ、え、さあ行ってみよう。あ、すごい。わあ、すげえ。え、すげえじゃん。G セルフのね、この椅子には、シートにはね、うん、トイレがついてるんですよ。そうだね、トイレだね、これ穴ね。ボット見て。本当に原作もトイレがついてるんですよ。え、そうなの？そう。本当？うん。ズンチャ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 はーよよズンチャ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 はーよよはーよよって流れるんですね。そんな音流れるの？ベリー君がうんちすると。え、そんな音流れるの？そうなんですよ。え、うんこするとさ、うんちするとき流れるんですよ。ハーレジョヨヨ曲がすごい流れんですよ。シュールなんですね。ガンダムのさ、コックピットにうんこができんの？トイレがついてるんですよ。本当なのそれ？本当なんですよ。やべえじゃん。2月の21日からジンのレコンギスタの5部作中第2部のね、上映されるので、ぜひみんな見に行ってください。え、宣伝だったんだこの動画。申し訳ないんで。え、嘘。これがやっぱ理想的なトイレでしょ。あ、そう、うん、戦闘中ってやっぱ緊張するんですよね。うんちがしたくなっちゃう。じゃあ戦闘中にさ、うわぁやべえ、漏れる。ちょっと全然やばい、脱ぐってなって。そう、うんちゃつんちゃってんてるよ。そう、言って言って。そうそうそう。なんて、いや、便利だね。なんてこった。便利な世の中だ。やっぱりね、ガンダムでね、トイレするのっていうのはね、みんなの理想なんですよ。トイレ
くらいですか。こちらの理想のトイレドア、うん、星、うん、1です。あのさ、でもさ、ガンダムでさ、トイレってしたくなくね。したい。しかもさ、めっちゃでかいじゃんこれ。どこに置くの。駐車場に置く。駐車場すごい目立ってシンボルになるよね。でもさ、トイレなんでしょ。ガンダムだから。いやいや、トイレっていうかガンダムだから。いや、トイレでしょ。これはさ、トイレ選手権だよ。あんたってガンダムを作ってたの。トイレじゃなくて。理想のトイレ選手権やってみてください。やってみてください。キラ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 。そこだ、行け。あー、ガゴ。じゃあ違うよ、撃ってきたの。嘘。そういうことじゃない。じゃあ触れるよ。ガチャ、じゃあ。ああ、すっきり、すご。